18世紀に描かれた酔っ払いのマント到落と酔っ払いのマントのイラスト酔っ払いのマントとは、ならず者を罰するためにヨーロッパ各地で用いられた、晒し台の変装である。このような高速具によって、晒し者にし、名誉を傷つける刑罰は、中世において、広く見られた。酔っ払いが初めて犯罪として法制化されたのは16世紀のイングランドであり、 1551年の居酒屋を取り締まるエールハウスアクト正式名称エールハウス経営者に制約を義務付ける条例である。イアン・ホーンジによれば酔っ払いのマントはしばしばニューカッスルのマントとも呼ばれ特にイングランド共和国の時代に常習犯を罰するため広く用いられるようになった。1655年に入るとオリバー・クロムウェルがイングランドの とりわけ応答派の多い地域の居酒屋への圧力を強め、当局はこのマントを常用した。酔っ払いのマントについて書かれた文章は、1655年に初めて出版されたラルフガーディナーのイングランドに見る不平不満にまで遡ることができる。ジョン・ウィリスがニューカッスルを旅する間に見たと語っている、箇所がそれにあたる。男たちが通りを行ったり来たりさせられていた。 両側に口が開き、顔を出すための穴がついた大きな桶や樽を身につけているため、肩や胴は覆われていて、腰のところから足が見えるだけだった。みんなが同じような格好で、聞けば近頃流行りのマントだという。そのおかげか引っ張られていく彼らは囚人監視の的になっていた。何でもこれは酔っ払いに対する罰のようなものなのだとか、 ガーディナーの記述は1789年に書かれたジョン・ブランドの入ッするアポンタインの歴史でも繰り返される。この本には酔っ払いのマントが挿絵として付けられた。同じような器具はオランダでも用いられている。ウィリアム・ブレレトンが1634年のデルフトでの使用例について書き記しているし、サミュエル・ピープスもまた1660年のハーグを挙げている。 別の作家も1784年にはデンマークで存在していたことを記録しており、そこではスペインのが愛悼党と呼ばれていた。目撃団のあった入滑する施政区も含めて、どこの地方の文書にもこの刑罰に関する文言が見当たらないことを記している19世紀の歴史家のウィリアム・アンドルーズは1899年にある仮説を立てた。酔っ払いのマントは、 大陸から持ち込まれた監修法であり、それでイングランドでの使用はニューカッスルに限られるのではないか、と。さらに、イギリス以外に目を向けると、アメリカでもこのマントが扱われた例が見つかる。1862年の文書にはいかに、法に触れた哀れな人間が頭を突き出すための穴が上部に空き下半分は切り取ってある木製の樽を言われなきまま被せられ、 ふかしたての鶏さながらの姿であたりを見回しながら、惨めにも陰鬱な仕草でふらついているかが述べられている。酔っ払いのマントは、男性だけでなく、女性にも適用された刑罰であり、拷問のための装置とされていた、いわゆる鉄の処女ももともとは、こういった拘束具の一種であった可能性が指摘されている。酔っ払いのマントは、本物の樽であり、 上部には頭を通す穴が開けられていた。小さな穴が二つ、両側についていて、こちらは腕のためのものである。孫の下半分は切り落とされても字通りに、底がなく飲酒の常習性や虚しさを表している。異生涯がうまくいったが最後、ならず者は街中を練り歩かされ、その首都の通りに物洗いの種となったのであった。ありがとうございます。